じゃあせっかくなので新しいところ行ってみたいな。あ、博士出てきた。調査できる場所が増えてきたね。ここでネオ暗号をさらに改良してみたよ。ターボといってネオ暗号のスピードをアップする機能なんだ。あるんだね、そういうの。やっぱりダッシュというか、すごい加速だったよ。早く進めるだけでなく撮影のタイミングも変えられるんだ。どういうこと、どういうこと。いた、説明はよろしく。でもターボを使うには ZR を押す、それだけだよ。押している間ネオ暗号が速く進む。ちなみに後ろ向いたりズームしている時ネオ暗号が遅くなってるの知ってた？あんまり分かってなかった。カメラの動きに連動してるんだって。ターボと一緒に使えばいろんな向きでポケモンたちが撮れそうだよね。ということはこれは先回りしておいてとかがあるんだろうな。じゃあまた新しい島の調査頑張っていこう。頑張る。じゃあ新しいところに行きたいな。よし、なんかパッと見たらこのね、右下のところも増えてくれそうな気がするんだけどなーっていうのは置いといて行ってみよう。ユラス島のヒエール雪原。昼って書いてるってことは多分夜もあるんじゃないかな。ではでは行ってみようかな。氷っぽとかが出てきそうだよね。氷ポケモンといえば、あとなんだろう、バリコールとか。大太刀がいる。あんまりそんな寒いところのこのイメージがないんだけど。実はほとんど水はないんだよね。そうなの？こんな寒いところでもたくさんの博士の感動がすごい。あ、ウリムとかもいる。まあまあ、でも私もね、雪があんまり降らない地域で育ってるからさ、雪見るとおーってなるんだけどさ。クマシュンいる。お、これは、いや、イルミナフラワーか。よし。他は、なんだろうな。この辺は、いや、でもターボとか使ってみたいけど、まだいっぱい見るところがありすぎるから、また次にしようかな。だんだん慣れてきたらいいんだけど。なになになに、そんなとこにいる。あー、いた。おー、なんか奥にいるな。なんだろう、エアームドかな。あー、マンムー。マンムー、ちょっとだけ待って。マンムー、エアームドっぽいな。よし。んー、なになになに、これ、落ちると怖いやつ。高所恐怖症ポイントがある。で、やだ。でも下も覗かないといないとかもあるんだろうな。リンゴ食べる？ちなみにリンゴって食べる？この辺はなんだろう、なんかあの隙間気になるな。個人的にすごく気になる隙間がある。何事もないのかな。もうちょっとレベルが上がってからなのか、何もないのか。ん？あ、こっちに進むの。あら、あらら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 ら。待って待って、ジェットコースター系もダメ。ちょっと怖いから。吹き嵐が、あ、こけちゃった。こけちゃったよ。あ、これさっきの気になるところはここだったかな。今、向こう側にも行けそうだったな。では、またの。楽しみかな。ここ誰もいない、誰もいないな。クリスタフラワーがこんなところにあるのか。じゃあここにぶつけたら後々なんか、あー、鬼氷がいる。寝てる？向こう向いてるのかな。あ、こっち向くかな、向くかな。向かない向かない
あ、雪わらしが不思議なところに行ったな。こわー、玉ざらしがいる。玉ざらしと、玉ざらし笑ってる。と、奥にポッチャマが見える。あれはクリスタフラワー。ポッチャマが、ポッチャマが遠いな。でも、いそうだな。あ、コイキングいるの。コイキングどこにでもいるの。あ、あ、ポッチャマが、なんか、それは降りてくる、来ない、降りては来なかった。あーあー、コロンってしちゃう。ポッチャマいろんなとこ歩いてるの。ん、なんか泣いた、どっかで何かが泣いた。上にも上地かなんかアブソルとかスンって立ってそうだけどな。ん、あ、ツンベアが寝てるのとポッチャマがいるのと。起きるかな。あ、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 走ってきた、走ってきた。うん、食べはしないな。食べはしないけど、走ってきたのと、これなんだろう、温泉、温泉みたいなのに入ってる。一箇所だけ、あ、ちょっと終わっちゃった、終わっちゃった。でも、まあ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 、初めての子は取れたけど。たくさん発見があったみたいだね。いいと思った写真を見せてね。あ、大太刀星2だ。二足歩行になってるからかな。なんだろう、なんでこれ星3なんだろう。わかんないな、わかんないけど、とりあえず星3は見せておきたいところ。プリンでしょ。クマシュンはちょっと走っていっちゃったけど。あ、マウム、これなんで星2なんだろう。でもまあ、見せとこうかな。エアムドって飛んでくるかな。あ、ダマザラス、これ星さんじゃん。鬼氷ちょっとこっち向かなかったの。は、残念だけど、ポッチャマと、雪わらしは、こっちにしとこうかな。よしよし。博士はあったかいところ育ちなのかな。それとも海の際で雪が降らないっていう地域なのかな。ツンベアの星さんはこれ何なんだろうな。走ってるからかな。ウリム、ウリムとかリンゴ食べそうだったのに食べなかったな。場所が悪かったかな。クマシュン、クマシュンもこっち向きそうだな。マンムー、マンムーいて、ウリボーいったらイノムーもいそうだけどな。ウリボーって言っちゃったな。ウリムーだな。新発見だ、いいね。で、アーモンドと雪わらし。新発見だ。あ、でも雪わらしと鬼氷がいたら雪目の子もいそうだしな。ポッチャマ、いいね。ポッチャマが君なのと鬼氷。いいね。鬼氷一番最初氷ポケモンだと思ってなかったな。なんか悪タイプとかゴーストタイプとかそっちだと思ってたんだよな。朝巻き日の私。よしよし、まあ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 、初めてだから種類がいっぱい取れたな。調査レベルは、あ、上がるね。感じいい感じ。また一歩調査が進んだね。ポケモンたちも君に慣れてきたんじゃないかな。情報とスタンプ、これ結構溜まってきてるのかな。全然見てないけど、ん、報告があるよ。あれかな、クリスタフラワーをお写真撮っておいでっていう話かな。夜の雪原とか、まだそんなに早くはないかな。どう、玉さらし置いとこうかな。よしよし、じゃあお話を見に戻ってみましょう。
イプって意外と使ってないのかな私個人的に。これが雪なんだね。あ、すごい純粋にそこまで珍しい感じだったのね。あ、フロレオ島では降らないからなのね。フロレオ島では降らないから新鮮だったよ。そろそろ夜の様子も見てみたいかな。イルミナ現象を見かけたら忘れずに撮ってきてね。オッケーオッケー。 あんまりそんな遠くまでは行かないタイプだったのかな。あともこうフロレオ島から遠くに行くのはなかなか大変なことなのかな。よし、じゃあ夜の PAL 雪原だったかな。行ってみよう。でも私個人としても修学旅行ぐらいですか、こんなに雪なところってないか。グライナが走っていくグライナが走っていくのが見えた。いいね、なんだろう、この寒さ、大自然の厳しさを感じるね。雪やかんで撮ったいい写真を比較してるのかな。ごめんトールさん、いや期待しているよって言ってくれてる。あ、グライナが、あ、ポッチャマが逃げてるのかな。これはグライナをなんとかしたらいいとかそういうこと。これは違うもんね。なんだろう、穴開いてるあそこ。あ、怯えちゃってる怯えちゃってる。グライナが結構この場所では強いっていう感じなのかな。なんかリンゴとかなんか投げ入れたら良さそうな感じだったけどな。あ、ここも星きれい。なんかいる、なんかいる。大立ち、あ、うん、大立ち飛んだな今。それはきっと何かいい感じのあれなんじゃないかな。星空がすごい綺麗なのと、グラエナと、そっち行ったら危ないよ、危ないよ。あ、そっち行っても危ないよ。あ、大丈夫大丈夫。不安になる不安になる。こっちは何事もないかな。なんか飛んでたな。こっちよいしょ。あ、これか光ってるの。あ、ちょっと早かったな。そうか、ここだったか。ここもう一回取りに来なきゃいけないかな。今の取れなかった。なに。サンドパンか。デリバードいる、デリバード。あ、デリバード取れなかったな。いやー、悔しい。あ、氷ポケモンって自分がそこまで使ってないけど、結構いるな。これなんか、あ、雪の王だ。見落としそうになる。ここスルーンってなるから気をつけないと。あ、気をつけても早くなっちゃうけど、こう心構えがね、心構え。よし。なんとかなんとか。あ、デリバードいる。待ってくれてる。デリバードそっち行っちゃうのね。あ、なんかこっちでいいのか。こっちもなんか、雪嵐が走っていったところか。まだ覚えてないな、全然。デリバードと、なんかいる。あ、ルージュラがいる。そうか。ルージュラは洞窟の、いるのは定石なのかもね。ルージュラなんでそっち向いてるんだろう。ルージュラ、あそこの子助けてあげるとかってこと？踊る？ルージュラは踊るよね。ルージュラは踊るのが定石。この子はやっぱりちょっと困ってるんだろうな。バイバニラが仲介してあげてる感じ。これじゃないもんな、多分な。さっきのクリスタルラワーな気がするな。こっちはデリバードがいたのか。こっちは何にも他にはなかったな。これがルージュラ、どうやって助けるのかな。あ、なんかいっぱいいる、いっぱいいるな。マジか。あ、ユキハミちゃんが、ユキハミちゃんじゃない、モスノーちゃんだ。進化してる。この辺は、あ、
ロコンだ。ロコンとポッチャマとタマザラシと、これはこれは何、どういう状態なんだろうか。ロコンといえばリンゴを食べる。あー、なんかレースしてる、レースしてる、レースしてる。ここは、あらららららら、怒ってる怒ってる、かわいいかわいい、なにそれ、めっちゃかわいい。こっちは、あ、マンブ寝てるんじゃないのか、温泉入ってるのかな。と雪の王がいたような。ああ、あなたは先ほどの雪の王じゃないのかな。こっち向こうかな。リンゴ食べます。おおおお、あ、最後の食べなかったな。リンゴに反応してたのにな。いや、あの高所恐怖症ポイントで取れたらよかったのにな。もう一回もう一回もう一回、博士ちょっと早く、もう一回もう一回、先に選ばなきゃ選ばなきゃ。ドラえの星2なんだね、この辺は。そう、これ、あ、ポッチャマの星3はちょっと見せときたいでしょ。マンモーも、やっぱ温泉入ってるのは星3なのかな。俺たち飛ぶのこれ取れたらちょっといいやつな気がするなこれかわいい。バスのはでも一瞬だったな。バイバニラももうちょっと大きく取ってあげなきゃいけないのと、ウジュラーデリバード、昨日は星2の方を見せとこうかな。サンドパン地産なんだこれ。ちょっと真ん中で取らなきゃな。ロコンはこっちでいいかな。富士山裏はダメだよね、ダメだよね。よし、惜しかった。でもまあ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 、はじめましてはいっぱい会えたから。いいね。ドラエナがいたらポチエナもいてほしいところだけどな。どうかな。ポッチャマ、マンム、うん、雪嵐もドラエナをなんとかしたら喜ぶとかそういうことかな。ナイスタイミング。オーたちはこれ星1なんだね。あ、タマザラシ、めっちゃポッチャマに怒られてたな。でももうちょっとそれこそターボ使って先回りしたらこのところがバッチリ取れるのかな。サンドパンはもう全然サンドパン打つと分かってなかったな。私が行きまーすでしょ。デリバード、デリバードもなんかリンゴとか食べそうな感じだけどな。ウージラがいたらムチュールもいてほしいところ。バイバニラ、バイバニラ1匹だけだったな。ボスの、そうだ、雪晴ちゃんだって思ったらサンドパンだったんだ。ここも一匹だけだったな。ナイスタイミング。よしよし。じゃあ今度こそフィルミナフラワーをちゃんと冷めてくるからね、博士。頼んだよ。夜の出現で光っているクリスタフラワーの撮影を頼むよ。そうね、それを取らないとオーブがもらえない。さてさて。ウラエンサンドパンはまあ星さんここだよっていうののためだけにちょっと置いとこうかな。あ、ポッチャマちょっとこっちの方が大きく取れてたな。これが好き、個人的に好き、可愛すぎる。これも置いとこうかな。よしよし。ああ、マンモンも置いとこうかな。
今度こそミストフラワーを取りに行ってみよう。同じところだからリトライでいいかな。これはでも走ってくるグラエナはさすがに追い越せないような気がするな。これはなんとかなるのかな。ちなみにこう曲とか鳴ってると喜ぶとかでもないのか。これこそあれか、ちょっと早く行ったら追い越せたりするのかな、グライナが。ん？なんか、なんでこの子だけこっちに来るんだろうな。この辺なんかあるのかな。あれかな。あ、モスのこんなとこにもいる。まあ、全部のこの穴にリンゴを入れるとなんかあったりするかな。鳥の影が見えた。鳥の影見えたけど分かんなかったな。なんかこう夜に音楽鳴らしまくるのちょっと迷惑かな。ポケモンたちからしたら迷惑かもしれない。この辺は私こそ今度こそ取るわよ。どうだろう。でもこれこういうのリクエストにありそうなんだけどな。ないかな。こういうのこそ。ここは、ここだ。ここだよ。イルミナフラワー。この辺。モスノーが下にもいるんだね。それはそれとして、どこ？この辺よね。ここだ。これは、こうしてからか。取れた？今の。取れたのかな？自分としては頑張ったけだけど。取れたのかな？こっちは何にもないかな？サンドパン行っちゃった。この子たちはこっち向くかな？あ、食べそう。食べるんじゃない？あ、食べてる。かわいい。喜ぶんだね。キワラシがさ、このプルプルってしてるのなんでじゃあ雪山にいるんだろうって昔からずっと思ってる。暖かい地域の方が好きそうなのにな。寒がりさん、まあでも寒がりだけど、あの12月生まれとか雪国育ちとかいるか。そういう子たちもそりゃいるか。こっちはさっき見たからこっちのデリバードかな、気になるのは。あ、デリバード向こう行っちゃったな。お昼の時もなんかいたんだよな、こっちに向かって行く子たちが。ということはこっちにも何かあるんじゃないのかな。デリバード、そこにいるということはだ。そこにいるということは、そちら側にも行けるんじゃないの？私。ねえ。アイバニラはちょっと、こっちに向かないな。さっきのクリスタフラワーが取れてるかどうかが気になる。気になるんだけれども。雪の走ってるな。これは、ちょっとターボを使ってみようか。これは、こうしたらちょっと、この辺で、どうだろう。さっきよりちょっと、かわいい。ちょっとさっきよりも、いい感じでレース取れたんじゃないかな。この辺は変わんないか。え、昨日ちょっと食べません？なんだろう、ここ。なんかこと、ちょっとステージみたいになってる。あ、食べそう。あれ？食べそう。食べてる。え、昨日も食べるんだね。ステージみたいになってるの気になるな、最後のところ。ゴールマーカーの隣みたいな。なんか、
なんかやってくるのかな。え、戻ってきた。でもまだまだ取り足りないって顔してるね。そうよ、クリスタフラワー取れてる。もう気になる。これ取れてる、これ取れてるんだね。取れてるとしますよ、見せれるから。よしよし、よかったよかった。お尻には見せれてるから、これにしようかな。ちょっとデリバード大きく取れたな。これにしよう。うらいな。あ、こっちさんでこっち向いてるからいい感じ。これどこだろう。あ、クリスタフラワーを取ろうとしたところかな。これいいんじゃない、いいんじゃない。え、誰も可愛いんですけど、誰もこれも見せたいんですけど、博士。うん、おーたち、おーたちは同じような感じだから大丈夫かな。あ、これ玉ざらし扱いか。あ、でも星1見せてないからもう見せちゃう。そう、ん、あ、これあれだ、リンゴ食べた後に喜んでるのが星3なんだね。よしよし、いい感じいい感じ。なかなかいいのが取れたんじゃない。さて、ウラエナがこっち向いてるやつでしょ。モスノはもうちょっとクリスタフラワーに気を取られてなかったらいいのが取れそうな。よしよしよし、よかったよかった。これと玉ざらし、玉ざらしはとしていいのかな。ナイスタイミング。よし、雪わらしはちょっと嬉しそうでよかった。デリバード、こっち側行けそうなんだよなーとか思ってる。いいね。昨日のドア。取れててよかった、クリスタフラワー。新発見だ。これはお話が進むと思っている。お、レベルも上がりそうじゃない？よしよしよし。レベルも上がったので、いい感じなのではなかろうか。クリスタフラワーのデータも得られたので報告があるよ。ではアルバムに保存していこうかな。雪わらしの星さんはちょっといい感じだったのと、個人的にこのポッチャマも可愛いんだけど、これこれが可愛い、これ可愛いでしょう。で、怒ってるのも可愛いでしょう。ポッチャマも可愛すぎたな。よし、じゃあ話を聞きに行ってみようかな。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。